会った時から本当に、いや俺もうまいと思ってるんだけど、娘と嫁がもう絶対うまいって言ってるっていうふうに言ってて、はい、そう、それでね、なんか本当に何かいろいろ食べたみたいなんですよ。めっちゃ大事。冷凍庫のめっちゃ大事。そう。それでなんかすごく、あの、全然、確かにうちのハンバーグ食べると、はい、あの、圧倒的に違うので、あの、他のもの食べた時に、はい、違うっていうのが、匂いでわかるらしい。焼いてる匂いで。しかもこれ、はい。いや、これ、変なもん無添加だから。佐々木さん、ちょっとこれお願いしていいですか。いやマジカメラちょっと頼んでいいですか。いやほんまにこれ、いやちょっと加わりたい、そう、無添加やばい、やばすぎる。パッションっていうか熱がやばすぎる。いや撮ってる場合でも、いや冷凍の食品とかもあるじゃないですか。冷凍食品ってやっぱりその体に悪いイメージがこう僕あったから、ちょっと抵抗あったんですよ。でも無添加って正直、ほんま美味しいんかみたいな半分ね。でもやっぱりそのたくさんお取り寄せして、まあ、確かもう美味しいなと思うやついっぱいあったんですけど、加工品無添加で、しかも結構大変なんですよ、こう焼くのにもその10分以上かかって、どうのこうのある、シャッとやるパッと終わるだけなんで、この僕でも作れるから。いや でそれでほんまにパッと食べたぞ、はい、めちゃくちゃうまい。何がそんな2位以下のハンバーグと何が違うんですか、その、はい、圧倒的に味と、あとは作りやすさ、まあまあすね、味と作りやすさ、我々目線では大事じゃないですか、はい、それは何から来てるんですか、その違いっていうのは。あのまず、はい、一般的によくそのレストランのハンバーグとかってたまにあったりするじゃないですか、はい、あの大体本当にレストランで出してるものとそのハンバーグが違ったりすることが多いんですよ、うん、うちのやり方、考え方っていうのはレストランのものをそのまま出してるんです。はい、だから例えばその小売り用にとか値段を安くするために、例えばその、あの小売り用に売るものってこう、うん、カスタマイズしたりしてちょっと違うね、手軽にしたりするじゃないですか、はい、再現度 100% を目指してやってるんですね。もううちのレストランのものをそのまま出すっていう前提で作ってるんですよ、うちの商品って。いやだからあのもうプロが食べた時にあの納得してもらえるようなものを目指してやっているので、はい、無添加、それは無添加当然な話で、はい、でそれだけじゃなくってそのハンバーグ その奥行きにどのような物語があるのかってことがあって、はい、今も言ったように塩麹一つとっても塩も岩手の塩で、麹菌も黎明平泉っていう、はい、あの南部統治のために開発された麹菌を使って、ほんであのメダカ米っていう、はい、うちの本社の目の前にあるあの南メダカっていう絶滅危惧種が生息しているところのお米を使ってるんですよ、はい、でそのようにしてその商品を食べれば食べるほどその地域を守ることになってくるので、まあ、そういう地域創生につながるような原料を使いながらその良さを最大に引き出していくっていう考え方なんですね。でもう豚肉に関してもハッキントンという日本で一番最初のブランド豚として成功したハッキントンを使ってるんですけど、使ってる理由がブランド豚だからっていうだけじゃなくって、はい、この豚の堆肥を使って、うん、あのそこで作ったでんあのシーズトウモロコシをまた豚の飼料に使っていたりとか、その豚の堆肥を使ってできた小麦を使ってパン粉を作って、このハンバーグの中のパン粉になっていたりとか、素敵ですね。そういう、まあ、それエシカルフードっていうんですけども、うん、まあ、地域循環するような形でものづくりがされているので、はい、当然地域のもの、岩手を中心とした地域のものを使ってるんですが、まあ、国内のものは当然、まあ、それだけじゃなくて、その循環しているものが生産者の顔が見える原料で作ってるんですね。うん、まあ、だから、やっぱり島国日本っていうところの中で、食べるっていう行為っていうのは私からすると消費者じゃなくて投資家なんですよ、はい、食べる方々ってみんな投資家で、日本っていう島国の中で食べることを通じてどのような生産者、どのような食の未来に投資をしていくのかっていうことがこのハンバーグにも入り込んでるんですよ。すごいですね、なんか分かりますか、現代の ね世の中にも合ってますよね、その SDGs 的なことにも、うん、すごい、なんか味がうまいだけじゃなくて社長のパッションもすごいですね。そう、こだわり、一瞬で焼肉さっき食べて、かくのしに、あ、これ行きましょうですね、はい、あの食べながらこう牡蠣とかに肉合わせ、なんで牡蠣合うんかとか思って、2つも強いんけど思っても、はいはいはい、美味しいし、でそれをちゃんと説明してくれるから、
あ、めっちゃおもろいやん。いや、和牛っていろんな種類あるんですよ。牡蠣って果物の？いや、オイスターオイスターと肉を合わせたメニューがあるんですか？はい、あの牡蠣肉っていう、まあそこにも牡蠣肉って、ウニ牛みたいな、あ、いや、あ、それ一番最初やったらここっすよ。え、そうなんですか？ウニ牛の生みの親なんですか？ウニクですね。ウニクは、あの、日本で一番最初に作ったのはうち。いやいや、で、これめっちゃ流行ってるじゃないですか。いいか、あの、これめっちゃおもろいなと思ったのが、あの、お肉って、あれ何の肉でも合うわけじゃないんですよ。はい、俺ここで食べてしまって、はいはい、しかんと思ったが、やっぱいろんなお肉ってこうやってるけど、うん、その肉の部位によって全然違うんですよ。それで、ここはやっぱそのちゃんとあったのに対して、そのウニに対して合う肉をちゃんとこう、の部位をこう、選択してるから。マジで、ごめんなさい、あの、なんか、いや、ちょっと入ってくるんですけど、入ってきすぎて、なんか急にこの、なんか自分も動画撮りたいなって思って、このある日突然、俺おまけでついてきたじゃないですか今、はいはいはい、素晴らしい出会いでな、感動してるんですけど、いや、絶対食べたら、今度一緒に食べましょうか。感動で笑っちゃってます、はい、あの、なんかこんなに、その、社長とお客さんが同じものに熱を持ってて、面白いじゃないですか、語り合ってて、めっちゃいいなと思いました。面白いですよ、うん。いや、なんかね、私本当思うのは、なんていうんだろう。これただ事じゃないなっていう、もあの、美味しさの向こうが、はい、食べ物だから、美味しいのは当たり前なんですよ。はい、今日本で食べ物ハッピーですもんね、そもそも。そう、食べ物でまずいものを探すことが難しいぐらい、そうですね。世の中美味しいもので溢れてると私は思ってるんですよ。そうですね。僕の中では外れの馬刺しと外れの持つしかまずくないです。はい、まあでも。本当にそういった中で、あの、やっぱり美味しさの向こう側にどのような世界があるのかっていうことが、はい、あ、すごく重要なことだと思ってるし、やっぱり食べる行為って本当に消費者じゃなくて投資家なんですよ、皆さん。本当に日本でこう頑張って皆さんが得たお金をね、食べることを通じてどのような食の未来を作っていくのか。で、日本って島国だから、はい、もう食料が足りなくなったら海外から、うん、飛行機か船で持ってくるしかないじゃないですか。でも今日本をよく見てもらうと、耕作放棄地がどんどん広がっていって、離農していく人たちが増えていく中で、やっぱりこの食べるっていう行為をもう一度考えてもらって、あのコストパフォーマンスっていう言葉もありますけども、まあ、もう一度それを繰り返していくと世の中がどうなっちゃうのかっていうことが本当に、まあ、多分ね、なんでこんなことに西賀さんが反応してくれてるかっていうと、結局お子さんがじゃあ大きくなった時にどういう食の未来があるかということを考えた時に、あ、確かにそうだよねって、美味しさもそうだし、そういう食の それを支えてる原料がこの自分の子供が大きくなった時も続かないといけない、そうするためにはやっぱり美味しさだけじゃないよねっていうふうに多分気づいてもらってるんだと思うんですよね。子供愛の自分の娘さんへの愛がこの共感性を生んでるんですね。いや、で、美味しいだけじゃないって。でも、そこもそうやし、はい、いや、これマジで、家でハンバーグするのアホらしになってきますよ。え、ちょっと、改めて、僕、さっきなんか、すいません、いきなり来てた。ちょっとこれ、急にいきなり来たのになんか、食べてみてってお土産でいただいちゃったんですけど、これ、ちょっとどんな見た目か。4種類あって、これがもうめちゃめちゃうまいらしい。僕の格闘技の師匠の西賀喜左衛門さんがめちゃめちゃおすすめみたいな、めっちゃグルメなの、モンさん。めっちゃグルメの人が、白角ハンバーグ、薫角ハンバーグ、黒角ハンバーグ、金角ハンバーグってなんか4種類あるんだけど、これが社長いくつ売れたんでしたっけ今まで。今まで、まあ、大体年間で230万個は来るんです。お化けじゃん、年間で230万個食べたら納得しよう。他のところも美味しいのありますよ、それこそ自分の中でこう1、2、3位であるから。でも230万個って超大量のリピーターがいないと成り立ってないじゃないですか。絶対リピートし、もうこれ以外食べなくなりますよ、みんな。え、なんでこれが逆にその230万個も売られてて、我々その食通じゃない一般人って言っちゃうけども、食通じゃない一般人には知られてないんですか。うん、そんなに宣伝してないっていう感じですか。宣伝してない、実力でリピーターが増えてるみたいな。そうですね。なので結構リピート本当多いんです。はい。なので
まあ、今まで、まあ、あと格納芯っていうと、まあ、熟成肉っていうものを業界の中で、はいはいはい、まあ、一番最初にこう広げてきた会社なんですね。熟成ステーキみたいなお店をやってたんですか？そうですね、熟成肉っていうのは、はい、まあ、今もうちのお肉は熟成肉の焼肉屋さんがメインなんですか？熟成肉、そうです、はい、熟成肉っていうものとか、あと一頭買い、一頭買いっていうのは1999年から始めてるんですよ。へえ。で、焼肉屋さんでわさび醤油で食べるっていうのも、はい、多分間違いなくうちが最初に始めたと思います。何でも先に、今流行ってるものをいろいろ先に始めてるんですね。肉を熟成させて、熟成肉っていうのを歌い出したのかもしれないし、ウニクもそうやし、え、神じゃないですか、業界は。だからあとその世の中で焼肉屋さんで大きな塊で焼くようになりましたよね、はい、こういうやつだとか、うんうんうん、こうやって両面焼きみたいなことで、そうそう、あれがなぜ広がったかっていうと、実はその塊焼きっていうのは格納芯が開発したメニューで、なんで広がったかっていうと、肉フェスっていう、はい、あの、まあ、大今800万人以上動員した、はいはいはい、肉フェスっていうイベントで、はい、4回連続総合優勝させていただいたんです。でその時にその熟成肉、そんなところのすごい社長と今日たまたまついてきたら合わせてもらったんですか？モンさん、やばくないですか？今日、ね、ほんとたまたま、いや、ほんとたまたま、今日ほんとたまたま、だってラッキーです、たまたまなんか知り合いのとこ行くみたいな感じで、ただプラッとついてきていいってからついてきただけみたいな感じで、すいません、なんか若輩者がレジェンドに、いや、とんでもない、はい、たまたま今日ね、あのカナダの、あの、まあ、カナダでなんかあの多分10番ぐらいに入る資産家の人がちょっと来たので、呼ばれて、まあ、ちょっと会話がありました。もてなしてたんですね。そう、やった後、VIP ゲスト、たまたま今日いたんですけど、普段お店にはいないんで、そうたまたまタイミングよく来たから、はい、ああと思って、それ最初に会ってないなと思って、それで、あ、じゃあ待ってますよって言って。もしかして焼肉屋さんなのに、ハンバーグの方が人気なぐらいハンバーグやばいです。焼肉も美味しいですよ、めっちゃ。焼肉も美味しいですよね。だって業界の数々のこう扉を切り開いてきたってことですもんね、千葉社長が。まあ、そうですね、まあ、本当に熟成肉、塊焼き、あとはコース料理って、焼肉屋さんって昔盛り合わせの料理しかなかったんですよ。そうですよね、そうですよね。でもそれは、あと単品と。そうそう、単品と盛り合わせ、はい、どっちかだったんですけど、私なんでコース料理にしたかっていうと、一頭買いをしてたので、はい、ここのお店は格納芯82っていうんですけど、はい、82分類に分けるんですよ、一応お肉の部位を。はい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 、はい、でもその当時20数年前は焼肉で好きな人っていうとメニューじゃ好きだっていう人に、どんなメニュー好きなのっていうと大体皆さん言うのが、うん、タン、うん、ハラミ、ホルモン、はい、でローストカルビって言うんですよ。そうですよね。でもタンは内臓だし、はい、ハラミも内臓だし、ホルモンも内臓だし、はい、カルビとローストって知らないんですよ。はいはい、トモ三角とかあんまりなかったですもんね。ないです。もう 20年前もなかったです。そうですよね。ローストカルビって特上とか並とかっていうそういう話であって、はい、まああのもも肉をローストで呼んでたような時代になったんですよね。でその頃から私一頭買いをやってるので。まあ、一頭のそれぞれの部位をちゃんと伝えながらやらなきゃいけない。でもお客さん分からないから面白いっすよ。めっちゃ話面白いです。いや、食べてマジ面白いっすよ。普通にこのいや食べきても普通だって社長普段はああまあいないから焼いてもらって合わせてもらえて、なんか嬉しいです。こんなこだわりを持っててお話面白くて、そう話聞いて楽しいですよ。テレビとかも結構出てたんですよ、あれもしかして。まああのカメラ球団とか衣装っぽい素敵な感じですし、お話も上手ですし、すごっ。今まで出たのはあのカンブリア宮殿、ガヤの夜明け、未来劇場版の、ザ・ノンフィクションとか、経営者やったら出てみたい番組ばっかじゃないですか。は一応出させてもらいました。まあ、あとはあの経済系のね、まあ、ちょっとその考え方とかそのテロワールとかそのエシカルフードとか、はい、サスナブルみたいなことをずっとやってきていたりとか、すごい。あとはあの最近だと多分世界で初めてだと思いますけど、メタバースの肉屋を始めたりとか。メタバースの肉屋もやってるんですか？はい、そんなことをやったりするので、まあ、結構定期的には。先鋭ハッピー先鋭的すぎますね、なんかいろいろっていうのはちょっとやらしまったりですね。まあ、あとは本当にこういうあの日本の焼肉文化を作り上げた第一人者みたいな感じですか？一頭買いとかもしてない。肉のことを聞いたら、うん、和牛っていっぱい種類あるんで、こうやって、はい、これなんかもですね、あの本当に世界初の調味料なんですけども、あの年末に、はい、あのモスバーガーさんの和牛伊藤貝バーガーを作った時に、はい、このソースが使われてるんですよ。牛醤。これが牛の醤油。通常醤油って大豆を発酵させて醤油にしてるじゃないですか、
あの大豆の代わりにこれ牛肉を作って使った醤油なんですよ。なので、まあ、こういったものをやらせてもらったりとか、先週はあのイプードさんと1日限定でコラボでやらせてもらったりとか、はい、なんかすごくないですか。すごいです、すごいです。なんか自分が恥ずかしいは格之進さん知らなかった自分が恥ずかしいです僕は。いいいいいい。なんかもっと食の知識もつけたいんだけど、カードゲームばっかやってたんで、もう長年カードゲームのプロと店とばっかやってて、もうガー打ち込んでたんで、今いやでも本当に勉強中のみで、すごい、いろんな人や知識とかその思いとかと出会って本当に学ばせてもらってるんで嬉しいです。なんかもうこれそういう風にこういろいろ作られてきたんだ焼肉業界と。肉のことはもう聞いたら一番もうこんな感じでちゃんと、はい、すごい、ちょっとお揃いのメガネしていい感じですね。そうですそうです、あの安藤さんっていう、これもう食べられないですか、黒毛和牛バーガー。もうこれ数がなくなり次第終了だから、もう終わりましたね。これ1ヶ月持たなかったんじゃないかな。一頭買いを何頭かしてみたの。そう、一頭買いをいっぱいして何百頭して、その分がなくなったら終わり。でその時のソースの、はい、としてこれを使ってます。牛醤、それは牛食うのに牛の醤油で食ったらうまいに決まりますよね。これ卵焼きご飯にかけてるのめっちゃ美味しいです、しかもこれももしかしてその焼肉とかハンバーグで使いづらい部位を生かしてたりするんですか。そういうことじゃない。いやいや、あのこれはですね、むしろ中落ちマグロみたいな、あ脂がですね、はい、あの原料にならないので、はい、赤身の部分だけで作ってるんですよ。そういうことですね、そっかそっか、脂混じっちゃいますもんね、その使わない方は。ただですね、これを作るのにかかるお肉の分量と、じゃあこれの液体にするとですね、はい、どう違うかというと、アミノ酸値が30倍増えてるんですよ。え？だからこれちょっとね、味見してもらうと、手の甲をちょっと出してもらうと、はい、ちょっと味見したかったんですよね。これなんか1個さっきいただいたけど、味見したかったんですよ。これちょっと舐めてみてください。でまず香りから強い、結構。でも香りは普通の醤油の香りもするっちゃしますね。あ、醤油だからそりゃそうか。いやでもこれ冗談じゃなくて、口の中でなんかパーってなる、その酸味、酸味、塩味より酸味が強いですよね。酸味がパーってなって、で後から旨味が広がるっていうか。何これ、マジ美味しいです。こんなんあったんすか。いやだから僕はそれはよっちゃんしか使えないから、うちは卵かけご飯にも確かにいけます。あとバーガー、バーガーとか卵かけご飯とか何にいけるんですか。醤油が合うものなら大体いけるんですか。あとですね、白身魚もいけそう。びっくりするのが、はい、豚肉、豚肉、別にその高いものにスーパーに売ってるやつで、それこれを豚バラ肉とか、豚バラでいい、はい、あれに2、3滴かけてみてください。あのね、これね、すごく美味しくなる理由があって、はい、ハンバーグも合いびきの方が美味しいって言うじゃないですか、はい、牛と豚なので合いびきになるんですよ、味が。面白とかですね、あとそのスーパーマーケットに売っている、まあ、本当に手頃な海外のお肉でも、はい、これをちょっとかけてみる、和牛のエキスなんで、そうすると、えっていう風になるぐらい味わいが変わりますよ。あれ、これ何、本当にスーパーのみたいな。だって、やったことあるんですか。いや、僕豚ないです。もう豚と牛肉やってみてください。もう本当に近くにある、やりたいです、あの一番手軽なお肉でいいです。やってみます。牛肉と豚肉、結構ね、えって思いますから。いやちょっともう早く帰ってこれ食べたいから、もう今日はちょっと遅い時間なんで失礼しようかな。もう早く食べたい、帰って。でもマジで、いやちょっとハンバーグちょっと、ね、牛醤もちょっと子供いる時にみんなで食べてほしい。いや子供にも食わせたいですね、それは。そんな山や、変な入ってないんでね。じゃあちょっと気をつけよう、一人で食べちゃわない、気をつけよう。ありがとうございます。本当にこれ明日家族でみんなどれが一番美味しいか、好きが、はい選手権、はい、やった方がいい。第1回格納新ハンバーグタイプ別選手権、はい。いやすいません、ありがとうございます。なんかこれも嬉しいけど、その話がめっちゃ面白いんですよ。嬉しかったから、なんかめっちゃ勉強になるでしょ。高まった、なんか俺その食に対して興味がね、あんまりなんか食べるのはもちろん好きだけど、はい、なんかそのあもっとせっかく美味しいものをいただくとき、なんかもっといろいろ考えながらいただいた方が人生ハッピーだなって思いました。そうですよ、ありがとうございます。知識いっぱいあったんです、楽しい。まあ一回の3階にですね、はい、秘密の部屋があるので、はい、まあ、そこはあの知ってる方だと、はい、まあ、Facebook でつながってる方だと、はい、あの案内する部屋がインスタでも大丈夫ですか。ありがとうございます。マジで、じゃあちょっとモンさん、ここも一緒にお願いします。
はい、視聴者の皆さんも、じゃあ抽選で1人招待しません。はい、身内で一旦来てから、ね、あの大のお気に入りになったら何回目かでそういうなんかやってあのカジュアル、ぜひカジュアル、でもそんなこんなにこだわりあって、そうだから、最後聞きたいのはこんなにこだわりあって最強のハンバーグじゃないですか、言ったら、はい、塩もこだわりあるんですよ、塩工場を使ってらっしゃるんですよね、お高いじゃないですか、これめちゃめちゃ、まあ、あの一番手軽なやつが、はい、あの金閣ハンバーグが、金閣が手軽なんですか、はい、金閣がハンバーグがこれが1個500円です、え、500円なんですか、はい、そんな神のうまさなのに500円、はい、500円です、であとは1000円ぐらいするのかと思いました、一番それが、800円、金閣800円、はい、はい、あと黒角って黒毛和牛 100% のものは、あ、そういうことなんですね、はい、100% 黒毛和牛、はい、それが、1000円です、ね、1000円、はい、これ白角の800円ですね、白角はなんで白っていうんですか、これはですね、ハッキントンっていう豚肉と黒毛和牛の合いびきになる、はい、あ、これなるほど、めちゃくちゃ美味しい、白角が神です、めちゃくちゃ、いや、俺はっすよ、うん、俺は結構薫角好きなんです、薫角が好き、でもうち娘さんは白、あとで白角、エリは金閣ですね、まあ、この2つ好きで、このですね、金閣がですね、どちらかというとストライクゾーンがすごくこうど真ん中にあるやつ、ああ、なるほど、あと好み分かれる、この白閣はどっちかというとグルメ寄りですね、グルメの人は大体娘グルメ、小さい頃からうまくいで、この黒閣、シュークリーム偽物言うね、この黒閣はどちらかというとこだわりの強い、はい、癖の強い人みたいな、あ、俺はもうこれでいいんだみたいな、もうこだわりが強い人はこちら、はい、なんて言うんでしょう、あのもう本当に黒毛和牛 100% の、まずいじゃなきゃもうこれいいからみたいな感じの人はこんな感じですね、はい、で薫角はどちらかというとこれもう香りがものすごく強いので、はい、ワインとか趣向性の高いのに興味のある方はすごくこっち、俺が好きかも、いや、1個言っていいですか、1個俺言っていいですか、はい、これ、家で作るときソースとか、はい、もう変にやんなくていいですよ、油も引かなくていい、あの、いやいや、まあ、普通焼くじゃないですか、はい、焼いて、あの、まあソースもちろんね、美味しく作れるんだったら、はい、作った方がいい、牛醤、牛醤かければいいじゃないですか、まあ、牛醤もそうなんですけど、そのままで、普通にもうそのまんまで大丈夫、もうこれ基本的にはですね、肉汁がソースになってるので完成されてるんですか、もう、いや、なので230万個も作っといて、はい、ソースを作らないんですよ、230万個も作ってたら、はい、なんとかソースとかソースインとか言うじゃないですか、はいはいはい、ソースは基本的につけないようにするんですよ、なぜかというと肉汁がソースなので、楽しみに、いただきます、ありがとうございます、めっちゃ美味しい、でふるさと納税でもいけるらしいから、僕ふるさと納税結構やるんで、あの、白之進さんの会社さんがね、岩手県一関市っていうところの自治体に出してて、はい、そこのふるさと納税でも頼めるらしいんで、よろしくお願いします、ふるさと納税予算いっぱいある方はぜひね食べてみてください、それだったらまあそのね、ノーコストみたいなもんですからね、ある意味ね、実際にはその、まあ、返礼品の権利かもしれないけど、なんか気軽に行けるっすもんね、ふるさと納税だとね、え、牛醤もふるさと納税頼めるんですか、あります、あります、はい、牛醤はこれよりは結構やっぱこう手が込んでるっていうか、ね、これは結構金額はするんですか、ね、これ一箱、まあ、こういうパッケージに入ってるんですけども、はい、もうこれ中身はこれなんですけど、これで1本2000円です、2000円ですけども、もう発売しても累計で7万本、はい、あの売れてます、7万本売れてるんですね、でこれもスーパーマーケットとかそういうところに卸してないので、ただごとじゃないよ、7万本売れてるってことはリピーター盛りだくさんってことですよ、なのであのオンラインとか、はい、そういったので結構売れてますよね、へえ、うん、牛醤、いや目の付けどころが違うんですよね、その歴史を聞いても、はいはいはい、牛の醤油なんて聞いたことないですもん、あー確かに、サイガキザヤモンっていう名前ぐらい聞いたことないですよ他に類を見ない、で面白い質問、食べながらあの知識も得て、あ、そうなんだと思って、うん、面白いですね、本当に、ラストまた普通に食べにも来たいです、今日は、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、すいません、すいません、ちょっとただことじゃなかったんで、なんかもうこの2人の熱意がすごかったんで急に謎の動画撮っちゃったんですけど、でもまさかのレジェンドとお話できててめっちゃハッピーでした、ということで今後もマミの自由奔放チャンネル、いろいろね自由奔放にのびのび上げていきますんで、よろしくお願いします、チャンネル登録お願いします、そしてね、僕のね先生の榊左衛門さん
のブログとかインスタとか、そして、格之進さんの、お店ハンバーグも通販もねやってますので、よろしくお願いします。それではまたご視聴ありがとうございました。